JOBBB424 動画へ綴るよっちゃんのお料理コーナー。今週はロティスリランカ式米粉パンの作り方をご紹介いたします。お相手は私カメラマンバンバーテッペイとよっちゃんです。皆さん今週もよろしくお願いします。それでは調理人よっちゃん、まずは材料紹介からお願いします。はい、6枚分です。ココナッツパウダー 45g、 ココナッツミルク大さじ3杯、上新粉 105g、 全粒粉 105g、 塩小さじ1/4杯、ココナッツミルク大さじ2杯、水 120ml、 サラダ油適量です。今回はスリランカ製のココナッツミルクを使います。それでは調理の方入っていきましょうか。はい、まずはココナッツパウダーとココナッツミルクを混ぜ合わせます。ココナッツパウダー 45g です。はい、そしてココナッツミルク大さじ3杯です。はい、このようにスプーンで混ぜまして、あとは手で混ぜていきます。ココナッツパウダーの中にココナッツミルクが十分に浸透するように10分間置きます。それでは生地作りを行いましょうか。はい、ボウルを用意いたしまして、そちらにココナッツパウダーとココナッツミルクを手で混ぜて30分置いたものをまずは加えます。そして上新粉 105g にまずは全粒粉 105g を加えます。軽く混ぜまして、塩を小さじ1/4杯加えまして、またそして軽く混ぜ合わせます。今回は上新粉を使いましたけれども、米粉を使っても構いません。ボウルに加えます。さらに水 120ml とココナッツミルク大さじ2杯を合わせます。軽く混ぜてからボウルに加えます。そして全体を混ぜ合わせてください。適量のサラダ油を手に塗ってください。はい、そしてよく手でかき混ぜます。かき混ぜというか練るという表現がそうですね、いいかもしれないですね。はい、まあ、2、3分でいいですから、しっかりこねてください。だいぶまとまってきましたね。もうそろそろ終わりに近づいてきました。だいたいまあ3分ぐらいこねましたので、お、なるほど、ラップに包むわけですね。はい、ラップに包んだら30分常温で寝かせてください。30分寝かした生地を6等分に切り分けます。一つずつ丸めます。生地を伸ばします。はい、あらかじめ直径13センチの型紙を用意しております。その上にサランラップを敷きまして、油を薄く伸ばします。はい、そして先ほど6等分にして丸めた生地を1つ型紙の上に置きまして、軽く上から手で押さえます。サランラップを上からかぶせまして、軽く油を敷いておいた方が離れが良くなります。クッキングペーパーに染み込ませた油をサランラップに薄く引きまして、そして油の塗った面を反対に生地の方に敷きまして、13センチぐらいに伸ばしていきます。結構綺麗に伸びてくれますね。本当ですね。はい、ちょっと面白いですよこれまさかこういう伸ばし方してないでしょうね、はい、本場では。はい、それでは生地を焼きます。はい、まずはフライパンに油を敷きます。1人分2枚と仮定して、まずは2枚を先に焼いてみます。はい、まずですね、鍋を温めます。はい、今回はテフロン加工の鍋を使います。フライパン温まりましたので、はい、それでは生地を焼きましょうか。弱火にしまして、はい、蓋をして焼きます。焼き始めてから5分が経過いたしました。どんな感じになっているでしょうか。ひっくり返してみましょうか。
ちょうどいい感じです。じゃあ片面5分焼いたらまた蓋をしてもう片面も焼いてください、はい、さあ裏返してから約5分が経過いたしました。どうなってるでしょうか、はい、ひっくり返してみましょうか。おいいですね。これでロティの完成でございます。よっちゃんが本場で感じた味を再現したスリランカ式の米粉パン、そのままでもよし、カレーなどにつけるとさらに美味しく召し上がれます。ぜひお試しください。動画をご覧になった皆様、再生画面下のいいねボタンをクリックして、できればコメントも書き込んでくださいますと動画作りの励みになります。そして登録まだの方はチャンネル登録ボタンのクリックもお願いいたします。これで私バンバテッペイとよっちゃんのお料理コーナーは終了いたします。皆様ご視聴ご清聴ありがとうございました。それ早速食べてみましょうね、はい、まあ向こうの人原則的にスプーンフォーク使いません、うんうん、もちろん僕らが手食するとしてもできないんですけど、まあできたらその手食の真似事みたいなもんでですね、はいはい、ナイフフォーク使わずにまずちょっとこれをね、細かく割りますね口に入るようにね。うまいこと割れましたね。あの硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどええぐらいの感じに焼き上がっておると思います。それじゃあ一つこれをいただいてみます。なるほど、うん、程よい仕上がり。